さんこんばんは。本日はフロリダを作りたいと思います。このカクテルはオレンジジュースとレモンジュース、シロップ、そしてアンゴチアビターズで香り付けしたノンアルコールカクテルになります。アメリカの禁酒法時代に生まれたこのカクテルは、現在ではジンを加えて作るスタイルもあります。オレンジジュースとレモンジュースをミックスしたこのカクテルは、お酒が飲めない方におすすめな一杯となります。それでは作っていきましょう。まずはアンゴスチアビターズを2ダッシュ入れます。次にシロップを1ティースプーン注ぎます。5ミリ入れます。レモンジュースを20ミリ入れます。オレンジジュースを40ミリ入れます。そしてシェイクします。お待たせしました。フロリダです。